ランディ・スコット・ウィットマンは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。北米男子、プロバスケットボール NBA のアトランタ・ホークス、サクラメント・キングス、インディアナ・ペーサーズでプレーした。2012年から2016年にかけては、ワシントン・ウィザーズのヘッドコーチを務めた。2017年9月のより、オーランド・マジックのチーム相談役。インディアナ州インディアナポリス出身。 身長1 9 3トル体重8 6ラム1983年一巡目29位で、ワシントン・ブリッツより指名を受け NBA プレーヤーとなった。アトランタ・ホークスにトレードされ、キャリアの大半で、アゴシーズンをプレイした。その後、サクラメント・キングス、インディアナ・ペイサーズで4シーズンプレイした後引退した。NBA 通算成績は、 543試合に出場し760リバウンド、1201アシスト、4034得点を記録している。1992年、最後にプレーしたインディアナペイサーズで、ボブヒルのもとでアシスタントコーチとしてキャリアをスタートさせた。その後、ダラス・マーベリックス、ミネソタティン・バーウルブズでアシスタントコーチを務め、1999年、 クリーブランドキャバリアーズヘッドコーチに就任し3、シーズン指揮を取った。2007年ミネソタティンバウルブズのヘッドコーチを1、シーズンした後、ワシントンウィザーズで、エディ・ジョーダン、エド・タブ・スコット、フリップ、ソーンダーズの下で、アシスタントコーチを3シーズン務め、2011から2012、シーズンの途中で、フリップ・ソーンダーズより、ヘッドコーチを受け継ぎ、 2013から14シーズンは44勝38敗を記録し、ウィザーズを2008年以来のプレイオフ進出に導いた。チームはカンファレンスセミファイナルまで進出し、インディアナペーサーズから2勝を挙げたが敗退。2014から15シーズンも46勝36敗を記録し、プレイオフではクォーターファイナルでトロントラプターズを4戦全勝で1周。 続く、アトランタホークス戦は、ジョンウォールが左手を骨折した影響もあり、2勝4敗で、敗れたが、ポールピアースの奮闘などで激戦を展開した。しかし、2015から16シーズンは、ピアースの遺跡の穴を埋め切れず、5割前後を往復する、不安定な戦いに終始し、41勝41敗で、プレーオフも、不出場に終わり、シーズン最終戦終了後に解任された。 2017年9月3日、オーランドマジックにコーチングコンサルタントという肩書きでチームの相談役に就任したことが発表された。ありがとうございます。